株、為替、商品、指数などでテスタさんでも勝てないだろうとかおすすめしないものってありますか？いや、どれも勝てるとは思うんですけど、株が一番簡単だとは思います。その、すべての金融商品の中で。まあ、もちろん向いてる向いてないがありますし、仮想通貨のことは僕ちょっとわかんないですけど、あんまりやってないのでわかんないんですけど、まあ、この中では株の方が一番簡単なんだなとは思います。っていうのは、勝ってる人が周りとか含めても最も多いので、あとやっぱ仮想通貨とかに比べると税金関係とかも有利なので、どれやるかって言ったら株やるのが一番いいんじゃないでしょうか。まあこれもまあ僕は株が一番勝ってるからそう言ってるだけかもしれないですけどね。まあでもそんな気はします。まあでもどれでも自分に向いてるやつを探すのもいいと思いますけどね。やってみないとわかんないところもあると思うので。どれが一番簡単かっていう話ですよ。